内がセッティングできたところでコーヒータイムにしたいと思います。今日はちょっと暑いので扇風機稼働です。パパは用事のために3時間半ぐらい留守になってます。その間ママはマロンと一緒にこの車の中でくつろぎたいと思います。自分一人の時間です。2人で車中泊に行く時にはパパがいつも豆をひいてくれてたんだけど、今日はママが初トライです。あ、音がしなくなったからこれで OK かな。今日は一人なので一人用のドリップを使ってみたいと思います。コーヒーが入ったのでちょっとカフェタイムにしたいと思います。ヨーグルト専門店モーニングさんのお菓子ですね。始めていただきます。はい、マロンもお腹が空いたようなのでまずマロンのおやつ先かな。中のクリームがやっぱりヨーグルト屋さんだからさっぱりしてます。夕飯前に甘いものが食べたくなっちゃうのよね。6時33分です。9時ぐらいまでパパは用事なのでお夕飯もお弁当を買ってきてしまいました。パパは家に帰ってから同じものをレンジでチンして食べると思います。私は少ししたら早めにいただきます。
マロンもお腹が空いてるのでマロンもご飯にします。普段食べてるカリカリが売ってなかったのでちょっと豪華に今日はシーザーのこう柔らかいやつですね。これね、うん、マロンすごいよこれ、美味しそう。食べられるかな。ちょっと待ってな、待ってな、美味しい、ね、美味しそうだよ。どうでしょうね。はい、待てよ待てよ、よし、普段のカリカリも最近は美味しいふりかけをかけてあげないと食べないのですが、今日の食いつきはとてもいいです。やっぱ美味しいんですね。はい、完食です。もうないよ、よっぽど美味しかったのかな。はい、ご飯を食べ終わったマロンはくつろぎモードです。ではママはその間にお夕飯をいただきます。いただきます。ほらほらほら、冷めていても美味しいんだけど、温めたらもっと美味しいかも。ご飯も食べてコーヒーも飲んで、あと1時間ぐらいかな、本読んでゆっくりしたいと思います。多めに引いたのでお湯だけ沸かしました。もうちょっとコーヒー飲んで本読んで待ってます。この車の中だと本読む時間が取れますね。家に帰るとやっぱり家の中の仕事をやらなきゃっていう意識が働くので、ついつい本読む時間っていうのは後回しになってしまうのね。今までなんかあまり読めなかったかも。とてもいい時間です。コーヒー飲みながら こういう時間が持てるこの空間、本当に部屋が家が移動してきた感じ。もっともっとこういう風に活用していきたいなと思っています。マロンも一緒にでも一人みたいな感じですね。もしかしたらこの中でチクチクお裁縫もできるかもしれない。
用具だけ持ってくれば OK ですね。今度そういう機会を作りたいなと思います。